占い対セリザワールド。皆さんこんばんは。 FM924 AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリス芹沢優のセリザワールド with you が始まりました。そうなんですよ、これが6月最後で、ギフちゃんはもう7月入ってるのかな、入ってるね。そう、これでね2022年の上半期が終わったわけなんですよ。まあもうほんとさ、世の中の占いって大体上半期下半期で分かれてさ、さらに月ごとに分かれててみたいなあるじゃないですか。私ねもうほんとにね占いをねあんまり信じてないんですよ。なんでかっていうと、何年か前からねめちゃくちゃ調子いいですってね結構言われ続けてんですけど、もう別にいいですよ、自分調子いいなと思うんですけど、なんかそこまで絶好調でもないのかな。まあ仕事がっていうのもあるし、まあプライベートまあプライベートなんて別にないんだけど、なんか別にそう占いで言ってくれてたほどいいことたくさんあったかなみたいなのが去年とかちょっと続いててなんですけど、でなんか今年の頭、去年の末にこの2022上半期をなんか占っても、占ってその時はタロットオラクルカードだったかな、時もなんかめっちゃいいですみたいな言われてて、よかったんだよ、楽しかったんだけど、爆発的に売れたりは別にしてみたいな、なんかみたいなね、なんか思ってしまうの。だからもしやこれ占いがずれてね、こう2022年の下半期になんかもう奇跡がね起きちゃったりするのかなみたいなのが知りたくてしょうがないから、すごい今占いたいっていう気持ちなんですよね。占いたい。なんかね昔はほんと信じてなかったんですけど、なんか最近やっぱ占いとかでいいこと言われるとね、すごいなんかね元気になれちゃうじゃん。タッパいいですよって言われたら、え本当ですかみたいな、え頑張っちゃおうかなみたいな乗せられがち、乗せられたい、今そう誰かに乗せられたい、そう最近の私はねもう誰かに乗せられたいし褒められたいし可愛がられたい、そんなことばかりをね日々考えて過ごしていますね。きっとさ、きっとライブとかで見る私なんてさ、もう多分もう超キラキラなんだと思うんだよ。まあ照明の力もあるし、衣装の力もあるしね、楽曲の力もあるんですけど、きっとねファンから見た私なんてもうねキラキラのピカピカだと思うんですけど、なんか最近自分の中ではなんかちょっと自分ってもっとキラキラだった気すんだけどなみたいな、10年前の私もっとなんか輝いてたくないみたいなことね、ちょ本当にね考えてしまうの難しいよね。だから占いでも何でもいいからね乗せられたい、機嫌を取ってほしい、機嫌を取ってほしい、誰かに、自分で自分の機嫌を取るとね、私は日頃よく自分に言い聞かせてるんですけど、でも自分で自分の機嫌取るのって難しいよね。美味しいアイス食べたりさ、でもさヘブ版のガチャ全然当たらねえしよ全然ガチャ SS 引けねえし、なんか最近運がないんす。頑張れ芹沢優ちゃん。ということで今日もあなたを芹沢ワールドに、はい、ガチャしたいと思います。もうガチャ本当にね厳しい。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。はい、なんかちょっとあんまりかけてない気がしたんで書きます。芹沢優で How to Party。 アイリス芹沢優のアイリス芹沢優のアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。 ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいまオープンキャンパスは来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか。次回オープンキャンパスは
7月3日日曜日に開催します。各イベントの詳細や最新の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせないアミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第470回目の放送もついにエンディングですね。早いね。今年もう半分が終わって、まあ、後半ね、もうほんと多分お天気のせいもあるんですけどね、なんか今年はちょっとねなっちゃうこともあるんですけど、まあね、なんかでも結構私元気いっぱいっていう時も長いから、なんかこういう時はね、苦しんでる人の気持ちがより分かるようになる、誰かに優しくなれる一歩だなと思って、こううんうんうん悩んでる自分もね、よしよしと思ってね、ね、誰かに機嫌を取ってもらわずとも自分で自分のね機嫌を取れるようにね精進していきます。でも皆さんはね、よかったらライブに来て、ライブ中は言うもね全然ね悩みとか吹っ飛ぶの楽しいの。だからね、みんなと一緒にやっぱライブ最高だなって、てかライブがあってよかったなってすごい思ってます。はい、いつもありがとうございます。それではゆうちゃんからのお知らせです。まずはアイリスちゃんは、テンスアニバーサリーライブ2022が東京国際フォーラムで、11月7日に開催されます。はい、平日ですがよかったら遊びに来てください。そして、新曲クイーンズブラフが8月3日にリリースです。そして8月28日にはアニメロサマーライブ2022スパークル、3日目ですね、アイリスとして出演いたします。そして個人としてはですね、7月10日にユージェネライブさんとコラボします。歌って踊るバーチャルセリクをお楽しみください。芹沢優専用特別エール I love ゆーちゃん花火、ぜひちょっと使ってくださいぜひね。そして10月にはフルアルバムが発売されまして、そちらを引っ提げたツアーも秋から始まります。よかったら来てください。こんな感じかな。はい、その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、ツイッター、インスタ、TikTokをチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆーちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆーちゃんがトランスフォーム、テーマは夏にまつわるエトセトラ、夏っぽいものだったら何でもいいです。ちゃんと皆さん性格とかセリフも書いてくれたらとっても嬉しいです。そしてゆーちゃんの音楽対ゆーちゃんのかまってレホン、ゆーと電話で話してみたいトークテーマと、電話番号を忘れずに非通知設定解除しておいてください。ゆーちゃんって言うよねはゆーに言ってほしいトークテーマ募集してます。さらには普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもありまして、チェケラ、さらにさらに番組の YouTube もチェケラ、詳しくは番組のホームページをチルい感じで覗き込んでね。チルい、チルいとはリラックスする、落ち着くという意味。あ、サウナみたいなもの、あ、サウナの後にチル、なんだっけ、チル、チル、チルアウト飲んでる人いるよね、やっぱチル。ちょっと使ったことない言葉ですけど、チルってください皆さん、合ってんのかな使い方。はい、ってことで FM924 AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールドウィズユー、お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなも I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、サウナの後はオロポですよね。